実践とは一般に自然や社会に対する人間の働きかけのことで抽象的自弁としての理論に対比される。ただし、講義の実践においては理論も含まれる。アリストテレス西欧語ではプラクティス、プラクシス、プラティークなどとされる実践概念はそもそもの出自はギリシア語で活動を意味するプラクシスなる語にたどり着く。プラトンやアリストテレスなど 古代ギリシア哲学では、プラクシスをテオリアに対立させて理解した。すなわち、テオリアはロゴスによって永遠なる神やイデアを感想するものであり、プラクシスは流動的、一時的な感覚世界に属する人間の行為全般を捉えるものである。さらに、アリストテレスは自然環境を対象とするポイエーシスとの対比から、プラクシスを人間社会を対象とする公共性を有した。 精神的な倫理的、政治的実践として捉えてもいる。古代ギリシア哲学では、テオリアが重視され、実践はテオリアに奉仕するものであるとされたが、いずれにせよ、以上のテオリア、プラクシス、ポイエーシスの3区分は、後の西洋思想の大きな枠組みとなる。デカルト中世キリスト教世界でも、基本的に、 神に対する感想生活と世俗的な労働生活とを対比させる図式が続いたが宗教改革の時代に入ると倫理的な実践と労働とを結びつける考え方が広がりさらにはフランシス・ベーコンの産業的実践論など自然を対象とするポエイエディックな実践と理論的認識とのつながりが自覚されやがて自然科学における理論と実践が物質 精神のデカルト的に言論のもと、刑事上学的思弁から切り離されていくことになる。カント近代に入ると、序上の自然科学の方法を人間社会に適用しようとする動きが出始める。これに対して、カントは、あくまで実践の中心を道徳的な実践理性に、従う倫理的実践に求めた。つまり、実践理性を、完成的。 経験的動機に規定されるプラグマティックな理論理性による実践と区別し、科学や技術の進歩によっては支配されない主体の自由を強調したのである。そして、こうした自由な道徳的実践が人間性の完成として結実する理性の王国が人間の歴史的実践の目的とされた。マルクスこうしたカントの理論理性と実践理性の二分法に対して、 マルクスは歴史を理性の自己運動と実践的な自己実現の弁償法の過程として捉えるヘーゲル哲学を徹底させた。そして物質的世界に対する労働実践をあらゆる認識と運動の根拠として労働の解放と労働からの解放を主張するに至った。マルクス主義における革命的実践においては実践によって理論が生み出され、 理論によって実践が調整され組織化されるという理論と実践の統一が現れるとされる。レヴィストロース1960年代以降、フランス構造主義の展開の中で、ドイツ語のプラクシスイコール実践と、フランス語のプラティックイコール慣習的行動の際が問われることになる。例えば、クロード・レヴィストロースは野生の思考の中で次のように述べている。概念の図式が、 慣習的行動を支配し規定していると私が言うのは時間的空間的に限定され、かつ生活様式や文明の形態について弁別的な非連続的事実という形で民族学者の研究対象にされている限り、慣習的行動は実践とは一緒にはできないからである。実践とは少なくともこの点では 私とサルトルの見解は一致するが、人間科学にとって根本的な全体なのである。問題なのは、近代主義的、マルクス主義的な認識においては、目的意識的に実践化されていないプラティックは、支配に抑圧された無目的なものとみなされ、単純に乗り越えられるべきものとされてしまう点にある。アルチュセールやフーコー、ブルディューは、こうしたプラクシス概念を嫌い、しかも、 客観主義的構造主義を離れ、あくまでプラティックのありさまを探求し続けた哲学者、社会学者として位置づけられる。したがって、こうした文脈では、プラクティスやプラティークを実践と訳すことはできないが、多くの翻訳書籍では、この際を無視して、一律に実践と訳されていることが多い。例えば、ブルデューは次のように述べている。一言指摘しておきますが、私は、 プラクシスという概念を用いたことは一度もありません。この語は少なくともフランス語ではかなり逆説的なことですが、いささか理論的誇張法の気配を帯びており、青年、マルクス、フランクフルト学派、ユーゴスラビアマルクス主義などのように、マルクス主義を洒落たものにしている言葉なのです。私は常に単にプラチックについてのみ語ってきたのです。ユルゲンハーバーマス他方で、旧ドイツでは、 1970年代に入ると、リーデルらの実践哲学の復権の流れが見られるようになる。この背景には、実証主義的な近代認識論において、客観主義的な理論概念の対等のもと、実践は主観的、相対的なものであり、せいぜい理論の応用という技術的な問題に切り詰められてしまったという危機意識があった。こうした流れを背景に、ユルゲンハーバーマスは、 プラクシス、ボイエーシスの区分をコミュニケーション、労働の区分に置き換え、理論や道徳の基礎にコミュニケーション行為を位置づけ、実践概念を再構築する試みを行っている。ありがとうございます。